どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。謎多き巡回レンジャーのブートヒル情報がついに来ましたね。今回の情報はホヨラボのみとなっており、ホヨ引きでは全く情報が載っていませんでしたね。なのでもしかしたら一部情報の変更があるのかなと思いますが、今回は事前情報から特徴や装備、編成の予想をしていきたいと思います。まあ、情報から見るに撃破特攻系で間違いなさそうなので、早速確認をしていきたいと思います。まずはブートヒルの性能をまとめていきたいと思います。性能をある程度見てまとめていくと、弱点撃破型のアタッカーという感じになりそうですね。文章を見ていった時に、テンプや追加能力を見てみると、撃破特攻による性能が上がるものやダメージ発動っていうのがありましたから、多分これで間違いないかなと思います。それではそれぞれの特徴を見ていきましょう。まず通常攻撃と強化通常攻撃についてです。こちらに関してはスキルの発動によってヒット数が変わる強化通常攻撃に変化するようになっているようです。人生削りも強力になるので弱点撃破が狙いやすい攻撃になっているのかなと思います。続いてスキルです。スキルは自身を九死の決闘状態にし通常攻撃を強化するというものです。この状態は自分のターンが来るたびに継続ターンがマイナス1されるようになってます。何ターン継続かはわからないところですね。この状態になるとターゲットの変更はできず、お互いに殴り合いの状態ができるという感じです。しかもそれぞれ非ダメージがアップするため、先に弱点撃破を狙わないとブートフィールの危険な状態になるっていうのが出てきそうですね。続いてテンプです。テンプの効果はポケットアドバンテージの総数によって人称値がアップするようになっているようです。ポケットアドバンテージは左下にあるマークのことですね。これの条件はちょっと今のところわからないかなと思います。まあ、ただ敵の攻撃、弱点撃破とかした時に発生しているように見えますね。さらにこれに関しては弱点撃破状態の敵を攻撃すると総数に応じた弱点撃破ダメージを与えることが可能みたいです。これは人生削りの強さと相まって火力を大幅に伸ばす要因になってくるかと思います。しかも戦闘終了後も持ち越せるため、次の戦闘も楽になる可能性が非常に高いですね。続いて必殺技です。必殺技は敵一体に対し物理弱点を一定ターン付与するような感じです。物理ダメージを与えた後に行動順を遅らせるっていうのもいいところですね。強化通常攻撃と合わせればブートヒルが弱点撃破を狙える機会が増えるので、相手を選ばず戦える要因になるかと思います。ここまで性能を見てみると、単体特化の性能となっていますが、徹底的に相手を叩きのめす仕様となっているようですね。人生削りが非常に重要になるので、敵を倒す順番を考えて行動する必要がありそうです。それではブートヒルの戦闘スタイルが分かりましたので、先に装備の予想をしていきたいと思います。まだはっきりとした性能や数値っていうのがホヨ引きは出てないですが、撃破特攻に視点を置いて考えていきたいと思います。まず光炎水については、持ち光炎水の2度目の精に向かってが一番いいと思います。こちらを見る限り撃破特攻がアップする光炎水となってますね。しかもこれに関しては唯一アップするものとなってます。さらに防御力無視もついており、弱点撃破ダメージと火力でご了承ができる光炎水となっています。このあたり見るとブートヒルやっぱ撃破特攻っぽい感じがしますね。しかもこの光炎水防御力無視までついてるので、かなりのアタッカーになるんじゃないかなと思います。続いて槍の帳の中でですね、回心率アップするだけでなく速度が高ければ通常攻撃とスキルの余ダメがアップするので相性がいいものとなってます。撃破特攻をアップするものはないですが、速度も重要なブートヒールとしては相性がいいと思います。続いて泥のごとき眠りですね。配信ダメージがアップするためブートヒールの火力を伸ばすことができるものです。攻撃の軸となる通常攻撃とスキルで回心が発生しない場合に回心率アップがつくので、安定したダメージを出しやすくなるのではっていうところですね。最後に勝者ですね。攻撃力アップで火力を伸ばすことが可能な上に、回心が発生するために回心率ダメージアップの恩恵を受けれるっていうのがいいところです。攻撃の機会とヒット回数が多いブートヒルを効果は狙いやすいかなと思います。続いてエブズについてです。1つ目のおすすめは時計やプラス回答の2セットずつですね。撃破特攻を盛るのが大事となってきますので、時計やと回答を合わせることで撃破特攻の数値を上げやすくするっていうのが大事です。こちらに関して4セットもありかなって思うかもしれないんですが、4セットだとそもそも狙うまでが大変だったりとか、恩恵が微妙なところもありますので、まあ、2セット効果だけ狙ってブートヒルの性能を伸ばすのが一番いいかと思います。まあ、このあたりは編成にも関わってくるところですね。続いておすすめ2つ目です。時計や回答プラスメッセンジャーっていうところですね。まあ、どちらかと組み合わせるっていうところです。
こちらに関してはメッセンジャーと組み合わせることでオーナメントのタリアの速度を満たしやすくするっていうのが目的です。ルアンなどの常時速度アップしてくれるキャラがいるなら問題はないんですが、厳選を緩和してくれるのでこちらも相性がいいかなと思います。続いてオーナメントです。1つ目の候補としてはタリアですね。撃破特攻の数値を伸ばすならタリアが一択というところです。ブートヒルは攻撃回数が重要になるので速度を盛るためのセット効果が狙いやすく相性が良くなっていると思います。なのでできれば速度は145以上欲しいところですね。続いてオーナメントの候補なんですがグラモスになります。まあ、正直グラモスじゃなくてもいいのかなというところですね。その理由についてですが、他に撃破特攻をアップするオーナメントっていうものがないので攻撃力と通常攻撃をアップしてくれるこちらがいいのかなというところです。ただしタリアには劣るのでつなぎ程度にするのがいいかと思います。それではメインステータスの候補についてです。メインステータスとしては銅は防御 HP 回心、足は速度、弾は防御 HP 攻撃、縄は撃破特攻としてます。サブステは攻撃回心回心ダメというところですね。でこの理由についてちょっと話していきたいんですけど、基本的にブートヒルはスキルを多用していく立ち回りになるんですが、非ダメージアップの項目があるため防御力を上げることが必須になるかなと思います。耐久値低すぎると速攻でやられるんで役に立たなくなるんですよね。でどのくらいの数値になるかによってこの防御を入れるかっていうのが考えものなんですが、まあ、マイナス 10% くらいであれば一緒に復刻で来る復元とかを入れてカバーできるんじゃないかなと思います。そうなるとステータスの読みとしてはだいぶ変わってくるかなと思いますね。なので防御 HP を候補で前に持ってきてますが、育成の状況によっては回心攻撃に変えることによってさらに火力を伸ばすことが可能になるかと思います。それではキャラと編成の相性を見ていきたいと思います。ブートヒルの相性がいいキャラとしてはこちらになるかと思います。調和に関してはルアン、調和主人公グローニャですね。ルアンは多様なバフと弱点撃破効率アップがあるためブートヒルと相性が良くなっているっていうのがあります。調和主人公は時計屋を装備することが多いので必殺技で撃破特攻バフを配ることが可能です。グローニャは即行動によりブートヒルの攻撃回数を増やして弱点撃破を狙いやすくなります。これだけ見るとこの3人で編成を組んでも面白いくらい性能がいい感じになってるかなと思いますね。続いてアタッカーについてです。アタッカーについては無理やり入れなくてもいいかなっていうところですね。で相性のいい理由なんですが、ブートヒルと合わせるのであれば節意は相性がいいかと思います。まあ、この理由としては人生削りを属性無視で手伝いができるっていうところと、何より調和メンバーとの相性が良くなってるってところです。ただブートヒルが一人だけでも十分なアタッカーの場合がありますので、入れるならという枠になるかなと思います。あくまで入れるならっていうのを忘れないでください。最後に耐久枠です。耐久枠は復元ギャラガーですね。耐久枠については復元は意外と相性が良くなってるのかなと思ってます。ブートヒルはスキルの発動により非ダメージがアップします。攻撃を受けなければもちろんいいんですが、まあ、受けることを考えるとそれを肩代わりできる復元は非常に相性がいいと言えます。回心率のバフもありますのでブートヒルの性能引き上げとしても活躍できそうかなっていうところですね。またギャラガに関しては攻撃することによって回復する酩酊とブートヒルの行動回数と相性がいいので殴り合いでも安定できるっていうのが魅力的ですね。相性のいいメンバーとしてはこちらとなります。撃破特攻を伸ばす味方と相性が良くなっているんじゃないかなと思います。またブートヒルの弱点撃破の使用次第ですが、銀狼とも相性がいいのではと思ってますね。銀狼に関しては弱点属性の供養を常にできるので、まあこれに関してブートヒルの必殺技が溜まりづらいっていうのがあれば活躍できる機会があるからっていうところですね。また防御力も下がるデバフも持ってますのでアタッカーと相性がいいのではないかと思います。ではこれを踏まえた上で編成例を見ていきましょう。まずブートヒルの理想になりそうな編成についてです。ブートヒル、ルアン、調和主人公、ギャラガー、このメンバーになるかなと思います。ブートヒルの弱点撃破機会を伸ばしつつ撃破特攻の火力を伸ばせる、とても相性にいい編成になると思います。ギャラガーは回復の機会が少なければ SP の節約も可能ですし、ルアンもスキルを一度発動すれば SP 負担は少ない方かなと思います。そういったメリットが重なりますね。で調和主人公もスキルをある程度発揮できるので編成的には相性がいいかなと思います。またこちらに関しては超撃破ダメージも狙えるため火力も伸ばしやすいっていうのも魅力の一つですね。続いて2つ目です。超撃破編成となります。メンバーはブートヒル、節意、調和主人公、復元となります。ブートヒルと非節意に関してなんですが、撃破特攻と人生削りが強力なキャラクターとなっています。そのため超撃破の高ダメージが狙いやすいっていうのがいいですね。
そういった意味ではブートヒル、摂理、調和主人公は組み合わせやすい編成かなと思います。また不弦に関してなんですが、耐久面をある程度確保はできますので、案外組み合わせると強くなるんじゃないかなというところです。特にダブルアタッカーに近い場合、会心率配れるって強いですからね。現在ならこんな感じになるのかなと思います。編成的に汎用性はあるのかなと思ったんですけど、まあ、場合によってはサブアタッカー要員としてもめちゃくちゃ使えるキャラになるんじゃないかなって期待してます。SP 消費とかそれがどれくらい関わるかってとこなんですよね。ただ通常攻撃強化なんで、 SP 回復の有無によってはジンとかと並ぶようなキャラクターになってくるのではないかと思っています。それでは実装前のブートヒルの評価をしていきたいと思います。ブートヒルに関しては結構ヤバめのアタッカーになると思ってます。その理由について3つほど挙げたいと思います。まず1つ目、トップクラスの人生削りの可能性があるというとこです。このゲームのシステムを考えてみると、人生削りができるっていうのはそれだけ戦闘において有利になるんですよね。敵の足止めはもちろんですが、ダメージ倍率も伸びるため非常に重要なところとなります。一方的に攻撃をできる可能性がある性能と言えますので、アタッカーとしてはかなり優秀な枠になるんじゃないかなっていうふうに予想してます。2つ目は弱点撃破中に効果力を叩き込めるっていうところです。先ほどは人生削りの部分だけで優秀と言っていましたが、さらに追い打ちができる性能というのが強いと思います。撃破特攻中って何かと攻撃を叩き込む必要がありますが、弱点撃破中の時だけに発動する追加攻撃っていうのはブートヒルにしかない性能かなっていうところですね。しかも撃破ダメージを叩き込めるようになっているので、普通のアタッカーよりも高ダメージを出しやすくなるっていうのが魅力的かと思います。3つ目は単体処理に優れたアタッカーっていうところです。単体処理ってなると微妙な印象になりますが、現在では固めのボス、記憶域のミーム、怒りの抜け殻とかがいるため結構処理が大変なんですよね。このあたり裏庭とかでも出てきますけど、倒すのに苦労するかなと思います。なんですが、こういった敵に対して弱点を埋め込んだ上で一気に人生削りができることを考えると、それだけで単体特化というところでもかなり強力なんですよね。しかも今まで人生削りで苦労していた相手に対して強気でいける可能性があるので、この部分は非常に厄介というか強い部分になるんじゃないかなと思ってます。この3つの理由から個人的には非常に人生削りと撃破特攻に優れたアタッカーかなっていうところもあり、結構ヤバめのアタッカーになると予想しています。まあまだ実装前ですので、ここら辺は予想というところです。ただし実装前ですので懸念点っていうのももちろんあります。2つほどですね。まず1つ目は弱点撃破特攻時のダメージがどれくらいになるのか、2つ目は耐久面においてどのくらい持つのかというところです。まず弱点撃破ダメージにおいてですが、超撃破ならダメージは出せるっていうのはあるんですけど、撃破特攻単体がどれくらい強いのかによってアタッカーとして致命傷になりかねないなっていうのがあります。逆を言えば撃破特攻できなければダメージが出ないキャラと言えますので、そのバランスが難しいんですよね。で、撃破特攻のダメージに関して感覚として物理のルカとかで試してみたところ、まあ、ある程度火力は出るんだけど、なんかこれだと星5アタッカーだとちょっと物足りなさを感じる可能性があるなと思ってます。なのでね、ダメージに関してはちょっとまだ不安が残る部分かなというところですね。また耐久面においてもですが、防御モリモリでないと全く役に立たないとなった場合、火力面と耐久面両方で心配になるっていうのがあります。しかもスキルの一騎打ちはボスともすることになりますので、耐えるというよりも人生削りの計算が非常に重要かなと思います。やられる前にやるっていう方針ですね。その点を考えると耐久面のリソースでのラインを抑えないと結構きついキャラになる可能性があるかなと思います。ただこの点に関しては復刻で来る不弦を入れればダメージを肩代わりしてくれるので、少しは解消されるのかなと思います。このあたり編成でうまいことカバーする必要が出てくるかなというところですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。